はじめまして、ミッタリエです。日本で在来種を中心としたハーブティーのブランドタベルを立ち上げて、飲む人の体をいたわり、そしてローカルや作り手の魅力を伝える活動をしています。今、どういった組織を作り、どのようにインパクトを広げていけるのかを学びたいと思って、アイリープの友達ファーストに参加しました。初めてのシアトルに来て、意外にも最初の一歩目はパーソナルな質問でした。私は何者なのか、私の人生の意味は何なのか、この問いへ答えることがいつもまとっていた属性や役割の衣を脱いで、裸の心をむき出しにしてくれました。見るもの、触れるものが心に深く響いたり突き刺さったりして、デリケートな心が大きく揺れ動くことは辛いけれど、一緒に来た9人の仲間と愛情深く支えてくれるアイリープチームの皆さんという、すべてを分かち合い抱き留めてくれる仲間ができました。土壌を改良するには7年から10年かかります。震災から5年、大きな痛みは少しずつ癒えている部分もあれば、まだまだ手つかずの部分もあります。シアトルでの経験から、もっとゆっくり失敗と試行錯誤をしながらも進んでいこうと覚悟が決まりました。今、私たちの心の中には可能性にあふれた種が発芽しようとしています。人生において本質的な気づきをいただけたこのシアトルでの出会いと滞在に心から感謝しています。そして、美味しい食卓をこれからも囲んで、100年先、200年先も多様な意味での豊かな社会や文化を紡いでいけたら嬉しいです。